よろしくお願いします。そんなある日、社長の孫が新入社員として入社してきた。俺はこの会社に就職して10年目になる。なんとも出世とは無縁の業績で、うだつの上がらないサラリーマンとはまさに俺のことだろうと思う。元来頼まれたら断れない性格なので、面倒な雑務ばかり引き受けていたら、気がつけば出世レースから外れていた。未だに独身だったので、一人で暮らしていく分の稼ぎはあったが、毎日のつまらない作業に嫌気がさしていた頃だった。よろしくお願いします。そんなある日、社長の孫が新入社員として入社してきた。もちろんこれ入社でスーツは着ているものの、見た目から社会人の心構えがなっていない困った社員だった。お前教育係な。えっ、社長の孫ということもあって、そんな社員の教育係など誰もやりたがるわけがなく、結局俺がやらされる羽目になった。この子の教育係は本当に大変で、なんせお茶組みもできないほどに仕事もできなかった。社長の孫ということもあって、きついことは言えないし、また面倒なことを引き受けたものだと我ながら思ったが、案外根は素直な子で、根気よく教えてあげると徐々に仕事ができるようになってきた。できました。少しずつ敬語も使ってくれるようになって、最初は大変だったが、この子の成長を見ると教育係も悪くないと思うようになってきた。そろそろ社会人らしい見た目をしてみるのはどうだい。ある日、帰ろうとする彼女に恐る恐る提案してみた。しかし彼女は返事もせずに帰ってしまった。機嫌を損ねてしまったと、その日は内心ドキドキした。しかし、おはようございます。なんと次の日、現れた彼女は別人のようだった。髪を染め直し、ギャル風のメイクもやめ、しっかりと社会人らしい格好になっていた。彼女はやはり素直でいい子だった。メイクを落とした素顔もとても美人で、社内の男性社員がざわつくほどだった。この子の教育係は誰だね。さらに驚くことに、彼女の豹変ぶりを見て社長が部署に飛び込んできた。恐る恐る、私ですと名乗ると、俺の手を取って感激してくれた。彼女を改正させたことがよほど嬉しかったらしい。驚愕した出来事はそれだけではない。なんとその日の帰りに、彼女から逆プロポーズを受けてしまった。彼女曰く、今までこんなにも自分に対して真面目に一生懸命接してくれた人がいなかったらしく、そこに感動して好きになってしまったらしい。雑務や面倒事を引き受けてばかりだった俺は、うだつの上がらないサラリーマンから逆玉の腰になってしまった。家事に炊事にまだまだ教えなきゃいけないことはたくさんありそうだけど、彼女のためならいくらでも面倒事を引き受けてあげられそうだ。今回の動画はこれで終わり。どうだったですか？フクロウフィルムが気に入ったらチャンネル登録をしよう。動画が満足、面白かったと思ったら高評価ボタンも押してください。次の動画も見てくださいね。